お花紙で作ったひまわりに茎や葉っぱをつけて花瓶に飾れるようにしてみました。まず黄色のお花紙を2枚16等分の屏風折りにします。型紙を作っておくと素早くきれいにたくさん折ることができます。端の部分に印をつけて底を持って引き出すようにします。半分に折ってこの印がついた部分を切り落とすように丸く切ります。中心部分も三角に切り落としておきましょう。ここにワイヤーをかけてねじり、指先に保湿クリームをつけながら開いていきます。ワイヤーを広げてペタンコにしたら真ん中の部分を押さえて花をきれいに整えます。中心部分はボール紙を直径8センチに切っておきます。お花紙は10センチの幅に裂いて2つ折りにして置いておきます。残った部分をくしゃくしゃにして細長くドーナツ状にします。ボール紙に糊をつけて先ほどくしゃくしゃにしたお花紙をドーナツ状に貼ります。真ん中にも糊をつけてから裏返して一辺10センチの花紙で包んでいきます。真ん中に糊をつけましたので軽く押さえておきましょう。ここに発泡スチロールビーズを貼ってみました。真ん中の部分にたっぷりと水のりをつけ、発泡スチロールビーズのカップにかぶせてひっくり返せばこんな風につきます。裏側に水のりをつけて先ほど作った花の中心に貼ります。次に額を作ります。額は16等分の型紙半分だけ使います。2つ折りにした緑のお花紙を挟んで折ると細長い8つ折りができます。半分に切ってそれをさらに半分に折って額を作ります。作り方は花と同じです。花をひっくり返して水のりをつけたら、額の切れ目の部分からワイヤーを引き出し、形を整えて貼り付けます。中心部分につけるつぶつぶを作ります。色とりどりの発泡スチロールビーズを少量の茶色の絵の具と混ぜ、袋に入れてもみもみしてなじませます。これで茶色のグラデーションビーズの出来上がりです。茶色の部分に木工用ボンドをたっぷりとつけます。ここに先ほど作ったビーズを振りかけます。軽くなじませて余分なビーズを落とします。重なっているところや空いているところなどピンセットで少し直して乾かしておきましょう。その間に葉と茎を作ります。葉は緑色の画用紙を切って蛇腹に折って作ります。葉っぱにつける茎は緑色のお花紙を4つに裂いてワイヤーを2本挟んだら
それをねじって作ります。茎はお花紙丸々1枚を使って同じように作ります。お花紙の色は何色でも構いません。葉っぱの裏に緑色の茎を木工用ボンドで貼り付けます。葉っぱのボンドが乾いたら全部まとめていきます。花の付け根に太い茎をフローラテープを巻いてつけていきます。葉っぱもフローラテープでつけていきます。葉っぱは少しずらしながらつけていきましょう。最後に形を見ながら葉っぱのワイヤーを曲げていきます。出来上がりました。お好きな花瓶に飾って楽しんでください。